だから、もう、別れましょう。ふざけんな。やめて、ジョン。被害者は増田加奈子27歳。職業はモデルだそうです。そして、あなたは加奈子さんの夫、三尾さんですね。加奈子、加奈子。嘘泣きしても無駄ですよ。あなたが犯人だってことは間違いありませんからね。何をいきなり。証拠でもあるのか。なぜなら、あなたが私たちの目の前で、かなこさんを殺してるところを見ましたから。くう。許せなかったんだ。かなこが、あいつ俺のおならが臭いから、別れようと言い出してきたんだ。そんな人生をぶち壊す奴なんて、死んで当然だろう。何を言ってるんですか。人生をぶち壊しにしたのはあなたじゃないですか。それに、そんなくだらないことで人を殺すなんて、あなたは最低ですね。うるせえ。落ち着きなさい。